ゃあ今の。もしもし。うん。病院行ってきたんだけどさ。え、病院？やっぱりどうだったの？あれからね、お母さん心配で、もうどうしちゃったかなと思って。寝なかった？うん？全然寝れなかった？うん、寝られなかったよ、だって。もう。一応さ、うん。急性扁桃腺炎って言われて。え、急性扁桃腺炎？うん。うん。ああ、そうか。それで何、しこりも？私、しこりの方が心配。あ？しこりの方が心配だったんだけど、どうなんそれ。首のしこりのことなんだけど、うんうん、ちょっとまだ分からないみたいで。あ、そう。細胞検査してもらってさ。そうだよ。だって、もう細胞だろ。それってもう、それが心配だよ、一番やっぱり。うん、で、喉の方の熱は大丈夫なの？うん、その急性扁桃腺なんだけど、うん、ちょっとまだやっぱストレスとか疲れから来るみたいでさ。ああ、そうか、今仕事とかに消耗させて、うん、うん、で、とりあえず、うん、で、細胞だけ取った？取ってもらったの？細胞させてもらって、うん、結果が早くて明日に分かるって言われたから。まあ、随分早く分かるね。いや、早くてね。早くてか、うんうん。で、やっぱ医者にも言われたんだけどさ、うん、いや、なんかストレス抱えてないかって言われて。そうだよな、見てるとその、うん、いや、最近ちょっといろいろあってさ。何よそれ、なんかやっぱ仕事、仕事でしょ、そのストレスってのは。お母さん心配だよ。仕事じゃなくてさ、うん、いや、ちょっと今大変なこと。何よそれ、なんかあったの？ちょっとあってさ、今一人？うん、お父さん今日は仕事でちょっと仕事っていうのもちょっと弱って出かけて今いないんだけど、心配はしてたよ、うん、お父さん誰もいないってか今本当に誰もいない？うん、誰もいないんだよ。だからこの人心配でずっと待ってんだけど、どうしよう。いや、一応さ、うん、お医者さんの方はじゃ結果待ちで明日になったら分かるでしょ。だから明日になったらお母さんをついてってやるよ、その時はね。さ、うん、どうしたのよ今。だから病気の方はもう結果待つしかないよ。病気じゃなくてさ、病気じゃなくてさ、なんかあるの？だってちょっと落ち着いて聞いてくれる？何よ、そうしよう。なんか心配事になっちゃうじゃん。いや、なんかあるの？だってある。いや、実はさ、言いにくいんだけど、うん、子供ができちゃってさ。何？もうあなたできたの？何を？そのことでずっと悩んでて。どうしたのよそれ、どういうこと？いや、ちょっと女性なんだけど。どうしたのよ。若い女性なんだけどさ。若い女性？子供作っちゃって。なんでそんな裏切り行為すんのよ。いや、そのことでずっと悩んでてさ。だってもうあれでしょうよ、そんなの。お母さんとかお父さんに対して裏切り行為でしょうよ、そんなことしたら。いつも言ったんですよ、小さい時からきちんと、大事なことと悪いことといいことはちゃんと教育してきたつもりだけどね、お母さんは。いや、ちょっと任させてさ。任させたっつったってもう考えられないね、そんな話。本当なのそれ。いつもがもうつかないよ。相手は誰なので、どうしたの？ちょっと若い女性なんだけど。何、仕事が？はい。あ？ちょっと今ちょっとすぐかけ直していい？どうして？電話入っちゃってるからさ。どうで待ってていいの？お母さん心配。すぐ折り返す。一分で折り返すからちょっと待ってて。で、心配だから本当待ってるからね。電話切るから。折り返す。はいはい。うんうん。